下ろすときは必ず水を流しながら、お次からはここで親指で中を開いて包丁を入れていきますね。高さですね、高い方を向こう側にやって、マダイを下ろしますけど、これは三重県産の天然マダイを本日使用しています。朝生きてたやつを生け締めして今日持ってきています。サイズ的には 1.3kg、 こちらの目方になります。では早速下ろしていきます。水を流しながら調理するのが基本なんですけども、なぜかっていうと海水には消炎ビブリオっていう菌が必ずいます。でその菌は真水にすごい弱いというのがありまして、ですから下ろすときは必ず水を流しながら下ろすのがいいなと思います。では早速下ろしていきます。まず頭を下ろしますけど、この鎌の下ですね、ここから包丁を入れて下ろしていきますね。でここに硬い骨があるので、ここを一回じゃあ落とします。じゃあ反対側にして、こちらもじゃあこの鎌の後ろ側から包丁を入れて落としますね。そうすると頭が取れます。次にお腹を割っていきますね。でこの内臓物をきれいに取ります。調理しながらですね、まな板はいつもきれいにしてもらうのがいいのかなと思います。ではまず三枚おろしにいきます。本日は鱗をついた状態で三枚おろしますけども、まず三枚おろし、ここの縁にですね、まずガイドラインを入れていきますね。ガイドラインいっぱい入れたら、そしたら骨の中骨の上に包丁を滑らすように入れていきます。そしたらですね、親指でこうやって開くとですね、より中身が見やすいので、次からはこうやって親指で中を開いて包丁を入れていきますね。そうすると骨の上に包丁が行くのがよくわかるんじゃないですか。真ん中まで行ったら、じゃあ反対側ですね、背中の方を下ろしていきますね。で背中の方はですね、鱗がついてるもんですから、まあ本来なら鱗取りで鱗を取って包丁を入れ込むのもいいんですけども、まあ鱗を取らずにやる場合はですね、まずここで切り込み入れて、ちょっと逆さ包丁です、包丁を逆さにしますね。ここから入れてきません、じゃあガイドラインを一回入れます。そしたら先ほどの要領と一緒で骨の上に包丁を滑らすように入れてきます。次に親指で身を上げながら包丁を滑らすと中がよく見えて綺麗に下ろせるんです。先ほどは向こう側を真ん中まで下ろしましたので、ここを真ん中まで下ろせば、あとつながってるのはこの一線状のだけなので、あとここ包丁を入れて、もう力を入れずに、それで3枚おろしができる。じゃあ反対側いきますね。反対側も要領は一緒です。まずここにガイドラインを入れます。3枚おろしですね。これが残った骨になります。これはもう先ほどの頭と同様、きれいに鱗を取っていただいて、粗汁なんかね、それで使えるんじゃないかなと思います。で次にお腹のこの腹骨を取っていきますけども、その時はこの包丁よりも柳刃包丁って細い方がちょっとさばきやすいので、包丁をちょっと変えてみます。
でこれから腹骨を取って皮を引いていくので、皮を引く際はこのまな板が鱗とか内臓とか汚れがあると、まずうまく皮を引くことはできません。ですから必ず一旦きれいにしていただいて、平らにしていただく、これが一番大切かなと思います。では次、お腹、腹骨を取っていきますね。包丁入れたら、まあ、これ残ってる骨があるかどうか確認してもらって、まあありませんね。じゃあ次ですね。包丁入れて引くんですけども、まず皮をたるませないこと、これがポイントになります。たるませるとどうしても皮がちぎれてしまうことになるので、たるませないようにどうするかっていうと、包丁を入れて包丁をこっち持ってくんですけど、ここの手は尻尾の方を掴んで逆に引っ張る。そうすると皮がピンとなりますので、うまく皮が引けるようになります。じゃあちょっとやってみますね。まな板を巻きます。平らにしてきれいにしてから、じゃあ皮を引いていきます。そんな皮引くときは力入れなくていいですから、で皮を引く際にもう一個ポイントがありまして、包丁をこうやってこうやって引いていくんですけど、この包丁の刃がですね、浮いてしまうと、あれこうやって浮いてしまうと、やっぱ皮がうまく引けないってことになりますので、必ず包丁はまな板に当てながら平行して引いていくと、これが基本になるかなと。ではもう一枚目片身いきますね。じゃ左手でこちらに引っ張りながら、包丁はこっちに押していく。で途中、まあ、持ち替えてもいいです。で引けたら、まあ、鱗ついてるかもしれないので洗ってもらって、でこれで、ね、じゃ皮引けましたと。まずじゃあ刺身にしていきますので、ここに中骨があります。ここを取らないと刺身切れないので、じゃあ取ってきます。刺身にしていきますけど、これがいわゆる背中の部分ですね。こちらはで、こっちはお腹の部分になります。で刺身の基本はですね、高い方をこの高さですね、高い方を向こう側にやって、低い方を手前に戻す、手前に置く、これが基本になります。だからこの背中の部分だとこういう形で切るのが基本になります。こちらの方は身が、まあ、ある程度あるので、まあ引き切りっていうんですかね、これ引いて切っていく方法でやります。でこちらの方は身がちょっと薄いので、
そぎ切りのっていうやり方で刺身切っていきます。切る時の綺麗な切り方っていうのはこの長さを一定にするってことですね。この場合ですと最初斜めに切ってから手を近づくにつれて包丁を立てて縦にしていくと、そうすると同じ長さで一定に切れていく。これが綺麗な刺身のポイントになります。これをこうやって切ると、いきなり切るとここが短くなっちゃうので、最初は斜めにしていきます。斜めにしていきながら包丁を戻してこうやって切っていくと、でまた斜めに、ある程度同じ幅で切れていくと。次はそぎ切りになってきますね。そぎ切りの場合はさっき皮目を上にして切りましたけど、そぎ切りの場合は皮目を下にして切っていきます。これも要領は一緒です。同じ長幅で切っていくことを意識しながら、最初は斜めにして徐々にこの角度を和らげていく、そういうふうに切ります。大根とか大葉はないですけど、こういうふうに盛り付けです。